ワジムネムコフは、ロシアの男性総合格闘家、ベルゴロド州出身、アレクサンドルネフスキー所属、ゲンベラトル世界ライトヘビー級王者、世界三母選手権 100kg 級において2013年の銅メダル獲得を皮切りに、2014年から2019年の間に4回の優勝を果たしている。エメリア・エンコヒョードルが、スター・レオスコルに建てた、スポーツセンター、 アレクサンドルネフスキーにおいて、トレーニングを積む。2013年に総合格闘技デビュー。ロシアにおいて4 0 4勝を挙げる。ライジン2015年10月、ライジンと契約。ライジンヘビー級、トーナメント2015への出場が発表された。2015年12月29日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2015サラバのエインで行われたライジンヘビー級。 トーナメント2015に出場。一回戦で、前 KSW ライトヘビー級王者のゴラン・レルジッチと対戦し、一シコ勝ち。2015年12月31日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2015イザの、前で行われた、ライジンヘビー級、トーナメント2015準決勝で、イリープロハースカと対戦。1R 終了時、危険により一シコ負けを喫した。 2016年4月17日、ライジン1でカール・アルブレックソンと対戦。1から2の判定負けを喫した。2016年12月29日、ライジンファイティングワールドグランドプリー2016、無差別級トーナメントセカンドラウンドにて、無差別級トーナメントのリザーバーとして、アリソン・ビセンテと対戦。1RKO 勝ち。 ベラトル2017年8月25日、ベラトル182で、フィリップ・リンスと対戦し、1RKO 勝ち。2018年2月16日、ベラトル194で、前ベラトル、ライトヘビー級王者のリアム・マギリーと対戦し、ローキックで3四股勝ち。2018年11月15日、ベラトル209で、フィル・デイビスと対戦し、2から1の判定勝ち。 2020年8月21日、ベラトル244のベラトル世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者ライアンベーダーと対戦。右ハイキックでダウンを奪いパウンドで西小勝ち。王座獲得に成功した。2021年4月16日、ベラトル257のライトヘビー級ワールドグランプリ1回戦として行われたベラトル世界ライトヘビー級タイトルマッチで、 ライトヘビー級ランキング2位の挑戦者、フィル・デイビスと再戦し、3から0の 5R 判定勝ち。王座の初防衛に成功するとともに準決勝へ進出した。2021年10月16日、ベラトル268のライトヘビー級ワールドグランプリ準決勝として行われた、ベラトル世界ライトヘビー級タイトルマッチで、ライトヘビー級ランキング5位の挑戦者、 ジュリアス・アングリカスと対戦し、4R に木村ロックで一本勝ち、二度目の王座防衛に成功するとともに、決勝へ進出した。ありがとうございます。